山川穂高の移籍先が中日ドラゴンズで大島洋平が人的保障なら許されてた説、あるやろソフトバンクが高級チニドラとか言われてるし、中日ファン舐めすぎやろ、実際大島畑があったから否定できんが、こちら野球の反応衆さんよろしくおなしゃす。中日移籍なら許される不調だったし問題ない。そもそも大島がプロテクト漏れるほど守りたい選手おらんからな。普通に金銭で決着やろな。考えてみればせやな。鍋あまりピンとこない。浅村アグーチュニドラ行くらしいよ。大島はオフの期間はあんなの違うなら若手を使え、怪我してくれとか叩かれてるからあれないぞ。シーズン始まったら結局大島しかいないやん。若手かすやはの手のひら返しを数年繰り返しとる。実際の事象に置き換えると大島がプロテクト外れててソフあたり持ってかれるんやろ。さすがにチュニでも怒られる思うで。こんだけ騒がれるとチームのレジェンドクラス外しにくいよな。でも引退ってごねればいいから外してもええけど、チームやファンの反応を考えたらね。ご視聴ありがとうございました。